9月25日の日曜日、滋賀大学大津キャンパスで大津市総合防災訓練が行われました。大津市を震源とするマグニチュード 7.8 の直下型地震が発生。市の南部で家屋の倒壊や火災の発生などが同時多発的に生じ、多数の死傷者が出たとの想定で訓練がスタート。引き室。会場では地域住民が主体となり、被災者の救助と応急処置を行う訓練などが実施されました。続いて学区ごとに避難してきた住民は避難所となっている大学の体育館に移動。ここでそれぞれの学区から食料班や救護班などを決めて避難所の運営活動を開始します。今年度はですね、特に、3.11 の大震災がございましたので、その教訓等を生かしましてですね、特に、避難所の訓練をですね、重点的にやらせていただきました。そして関連機関、団体、そして市民の皆さんと連携を取りながらですね、訓練を実施させていただきました。こちらは救援物資の保管所。先の東日本大震災でも避難所での水や食料の配給は被災者の命を守る大切な生命線となりました。今回の訓練でも各学区の食料班、物資班が災害時を想定し住民への配給を行いました。混雑した避難所の中で住民一人一人に配給するのは思った以上に大変な作業だったようです。役割分担をね、こううまくやっていかんと大変やなって、普段からやってないとね。また長い避難所生活では一人一人のプライバシーを守り、ストレスを和らげる工夫をすることが大切です。プライバシーを守るための段ボールを使った間仕切りの組み立てが実演され、参加者は自分たちでどのように避難所を運営していけばよいのか熱心に学んでいました。実際の災害になるととても慌てると思いますので、やはりこういう体験をしておくとちゃんと落ち着いて行動できるかなと思います。後半は消防職員や消防団、警察、自衛隊による災害時の訓練が実施されました。こちらは土砂災害現場からの救助訓練。土砂で車両に閉じ込められた生存者を救出します。救助された負傷者はトリアージを受けて治療の優先順位をつけられ、各医療施設に搬送されていくことになります。続いてこちらはヘリコプターによる救助訓練。高い建物など地上からの救助が困難なところに取り残された被災者を救助します。滋賀県でも大きな被害をもたらすと想定されている東南海・南海地震は、今後30年以内にそれぞれ 70%、60% の確率で発生すると予測されています。大規模災害時には住民一人一人による自助、互いに助け合う共助が大きな力を発揮します。地域住民と防災関係機関が一体となって取り組まれた今回の訓練で学んだことを生かし、地域の防災力を高めていってほしいものです。